キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ日付も変わりまして。はい。元気注入です。元気なんですか。注入って言ったよ今。元気注入。言えてました今。言えてたよ。もうそんなこと聞いてたらプロ野球ニュースできないよ。できてますもん一応。そうで言われないですよ。突っ込まないでしょプロ野球ニュースに。もし江本さんとかがなんかちょっと噛んだとしても突っ込まないでしょ。大家さんとかが。そういうとこだよ。言えてんだから。佐藤さんには言えるってことなんですか。いいじゃないですか。いやなんて元気なんて言ったのって思って。元気玉だよ元気玉。元気玉。元気玉知ってんの。元気玉、うん、なんかあれですか。ドラゴンボールとか出てくるんですか。知ってんじゃん。あ合ってます、うん、今すごい適当に言ったんですけど。どうやってやると思う元気玉。元気玉を、はい、さ作ってから、はい、その相手に、はい、攻撃するまでのちょっと所作やって。え何それ何それ。え元気玉って自分に注入するんじゃないんですか。攻撃に使うんですか、うん、だから自分に注入して攻撃に使うんだよね、はい、ヒントとしては。ああなるほど、うん、元気玉がじゃあって、うん、やってみてやってみて。元気玉元気玉注入って言ってこううわーっと下ろしてきて、うん、ここから下ろしてくるの。えっここから下ろしてくるの。ここからこうやって、うん、なんかセーラームみたいに回転して、うん、こうさーって元気玉が注入されて、うん、体に、うん、で、こう、うわーって溜まってからのカメハメハおー。まあそういうのもありでかもわかんないね。間違ってるけど。どういうことですか。こうだからこうって合ってるじゃないですか。こうじゃないから、こうやって、しかもこう俺に元気を与えてくれって言って、はい、全国民と草とか動物から元気をもらって、ここにでっかくなっていくから玉が。あ、こういうのあるんじゃないんですか。と遠くにあるよ上の方に。へーで玉、はい、できたら、はい、そのままドーンって投げて当てる。そのまま元気玉を投げるんですか。そう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 。ドラゴンボールなんか何個集めたらみたいなのは知ってますよ。何個集めるの。してんでしょ。いやいや知らないんですって。ドラゴンボール何個、何個か7とか8。何とか8ですか。じゃあ私8が好きなんで8にします。8、うん、1個多いね。あ、7でした。あって言うじゃん。7個なんだ。ドラゴンボール7個揃えたら、はい、出てくるやつ知ってます。ドラゴン、うん、そうなんて言うのそれ。竜。ドラゴン竜。それドラゴン竜って竜って言ってるのと一緒だよそれ。グリーンドラゴン。グリーンドラゴン。シェンロンだから。全然わかんないですよ。聞いたことあるやろ。神の竜でシェンロン。そうなんですか。うん、うーん。今日何の話。ソフトバンク。あ、ソフトバンクですか。さあということで今日はソフトバンクのドラフトチェックというところで、はい、19年、工藤監督、走攻守3拍子揃っている選手はそういない、うん、うちは右打者が少ないので即戦力で考えて取りましたと、うん、次の世代を担う野手を取るのが急務だったんで、うん、と佐藤選手のことを言っております。はい、戦力にはまだなっておりません。佐藤直樹選手、そうですね。で今年一軍出たよ、うん、28打数3安打、うん、1割7厘です。でファームでは3割5分打ってんだよ。あ、そうなんだ。そんなに打ってるんだ、うん、ホームラン8本。はい、しかも盗塁が盗塁少ないんだよ。だからよもう、うん、もう2軍の帝王で終わるんかって話だよね。だから高部状態だね。高部もロッテの高部も2軍の帝王で来てて、はい、だから19年だから同じドラフトだからね。あ、そうですね、うん、もう本当脱却できるからね、うん、2軍の帝王を。はい、いやドラフト2位、はい、海のキャッチャーね、うん、ちょっと負けてるね、うん、1軍では40打数6安打、はい、2軍ではでも3割6厘打ってるの。だからもう早く2軍の帝王を脱却しないといけないね。あとはちょっと1軍のキャッチャーが下位に依存しすぎてるっていうのもあるからね。あ、まあ、そうですね。まあ、そこら辺は監督のね裁量もあるけども、うん、まあどこまでいけるかだね。はい、まあ、大卒キャッチャーということで、うん、ちょっと西武の古賀に負けてるね今年1年目のね、うん、はい、でも佐藤さんも大卒で結構あれですもんね、出てくるまでちょっと時間かかったんですもんね。俺だいぶかかってるから、俺5年目で1軍定着だから。あ、そうなんですね。そうそうそう、俺はどっちかっていうと、はい、大器晩成型だから、はい、追い込み場だから、はい、先行場で割ってじゃないから。あ、そうですか、うん、じゃあそれはもし俺がやってたら、はい、俺なんてボロカス言われてるよ。俺に自分にそう、全然即戦力ちゃうやんみたいな。全然出てこないやんって言われても、うん、2軍ではそこそこ打ってるらしいけど、はい、2軍でやっぱ打ってたんですか。俺だって1年目3割3分3厘ホームラン8本だから。す
ごい2軍で、しかもあの7月ぐらいまでで、はい、で手首骨折して、その後も試合してないんですけど。へー、そう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 、あ、まあでも佐藤さんで5年かかったのならまあまあ、そう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 、うん、まあでも俺 5年からがすごかったからね。そうですね、一気に日本一に世界一だから、ね、はい、ラッキーだった。あ、その可能性もありますね。そうそうそう、はい、3位つもり、おつもりいいね。おー、49試合登板、はい、防御率3点、うん、ね、これいい活躍だね。うん、そうです ね、うん、去年からもう投げてますもんね。そう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 、小林10位、2軍で1割6分、うん、まあ修行が必要だね、はい、高卒だからね、うん、まあ、この5大体ね、はい、ソフトバンクでも中村晃、甲斐とか高卒なんだけど、はい、6年目7年目ぐらいにもうレギュラー定着してるんだよね。やっぱ5年目ぐらいからこう徐々に来なきゃいけないからね、うんうん、まあ、そこに向かってたね、はい、柳町こう今年大ブレイク。おお、そうですね、うん、途中のねあれ怪我だったから抜けたの痛かったね。うん、でも2割7分2厘ね、99試合で出ます。うん、でまあ十分だね。で育成で、石塚、大関、伊藤、勝連、船越、荒木、村上ね、はい、いうとこ取ってるけど、大関がね、本当今年ちょっとね、うん、病気もあって、うん、途中抜けしたけど ね、はい、それまでの活躍はチームをね、いや本当に救う活躍としては素晴らしかったですね、うん、6勝6敗防御 3.01 ね、うん、大きかったよね、はい、で、20年20年のドラフト、はい、工藤監督、はい、うちの内野手は年齢も上がってきていると、まあ、去年と一緒のこと言ってるけどね、あの指名した高校生たちが早く一軍で活躍できるように将来を日本代表する野手に育てたい、まあ、この年はね高卒ばっかり取ったのよ、全員高卒なんだ。あ、ほんそうだ、ほんとだ。だから井上、笹川、牧原、河原田、そして田上、うん、はい、ね、で育成で佐藤、中道、桑原、早、尾形、伊谷、大城、中村っていうね、うん、ところを、だからもうあの試合下は全員高卒なのよ、はい、だからまあね今年2年目、うん、だからまあ2年目でどうなってるのかっていうのをちょっと見ちゃおうかな。そうです、ね、まあ、評価の対象外だからね。ピッチャー田上よかったよ、うん、2試合しか投げてないけど、はい、2.45 防御率、うん、でまあ、 あの勝ち負けはついてないけどめっちゃいい球投げてた、はい、これはもうねあの未来に向けては、ね、期待だね。お、正直で2軍では5勝6敗、はい、3.58、まあ、荒削りなところはねまだまだあるだろうけども、うん、ね、だから1回しあの育成落ちてたらしい。あ、そうなんですか。でまた今年の4月に試合下に返り咲いてみたいな。へー、だからまあそこら辺はね期待したいね、はい、で野手笹川、うん、2軍で1割9分5厘ホームラン4本、まあ、思いっきりは良さそうだね、うん、で、牧原浩太、はい、キャッチャー27番いい背番号もらってるよ、うん、2軍で2割2分5厘、ね、で、河原田純平今年1軍1試合出てます。そうだね、2軍で1割7分6厘、うん、まあ、まだまだちょっと修行が必要だね、はい、まあ、全体的に高卒だからね。そうですね、あと井上、うん、ドラフト1位の、うん、2軍で2割5厘、うん、23試合怪我か3軍か、まあ、分かんないけど、うん、でソフトバンク、はい、2021年、はい、風間君は日本を代表する投手になって1年でも長く野球をぜひやってほしいファンに素晴らしい姿を見てほしいっていうね、はい、ところで、1位ね風間候補ですね、はい、で2位正木、3位木村、うん、4位野村勇、5位大竹、うん、で育成が藤野、川村、井崎、三浦、田中、加藤、山崎、佐久間、山本、加藤、滝本、三代、柳川、あ、これやこ、ここ違う、そこじゃない、12位までですか。12位、あ、違うよ。で佐藤、中田、14人育成で取ってます。育成14人14人だよ、すごい。でまあ風間ね、はい、1、2軍では投げてません、うん、はい、次、はい、正木、うん、まあ今ちょっと出てきてますからね。そうだね、うん、2割6分6厘、はい、ホームラン3本、まあ、2軍で2割6分になる、まあ、ここら辺まあねまあまあいい感じで1年目からできてるね、はい、正木ね、名前がいいからね。おー、同じ字で友也だ。そうそうそう、センスいいよね、はい、親が。そうですね、うん、はい、浜辺美波さん好きらしい。おー、あー、ちょっと弁食いですね。そうなの。え、そうなの。でもあの木村大成はあいみょん好きらしい。あ、あいみょん好きな選手多くないですか。え、野村勇、はい、あの白石麻衣さん好きらしい。あー、弁食いですね。で、次が5位が大竹風雅選手、ミナが好きらしい。あ、トゥワイスの、うん、あ、めっちゃ可愛いです。私もトゥワイスのミナちゃん大好き。これメイクイ
めっちゃ可愛いです、はい、これソフトバンクの話やで、誰の話してるの。いや本当ですよ、今日脱線多すぎますよちょっと今回で、木村大成投手、はい、2軍で 6.43 防御率、まあまあまあ修行が必要な、まあ高校生だからね、うん、で野村勇なんとね、はい、80何年ぶりに新人2桁ホームラン、うん、はい、なのにまだレギュラーに固定されないのにその10本打ってる、うん、すごいよね、すごいですね、出場試合も少ないのにね、うん、その中でしっかり結果残すっていうのはすごいね、はい、足も速いですしね、うん、137、178打数だからね、うん、43安打で10本ホームランだから3分の1ホームランだからね、約、はい、すごいね、いい感じだね、パンチ力ありますね、うん、小柄だけどね、うん、結構フルスイングするしね、はい、で大竹風雅投手、はい、1、2軍投げてない、怪我かな、本当だ、2軍も投げてないですね、うん、あのソフトバンクはねちょっとダメだったらすぐ育成落とされるからね、はい、入れ替え激しいからね、まあそうですね、人が多いですからね、うん、まあ、ということでね、はい、ソフトバンク見てきましたけども、うん、評価は C です、はい、これなぜなら、はい、まあ、このそのドラフト時も言ってんだけど、うん、ね、見て分かるように、まあ、この19年はあの小林樹衣選手以外は大卒社会人だったけども、はい、20年からはもうほぼほぼ高卒なの、うん、だ今すぐ選手そんないりませんよっていう戦略のもとやってきてるんだけど、はい、そうなってくるとどんどん本当にいるところがいなくなってるっていうところでは、うん、まあ、内野手がだから、まあ、キャラかぶりが多いのよ、うん、あの今牧原とかねめっちゃ頑張ってるけど、はい、まあ、明石牧原、うん、柳町、上林、栗原、はい、とかね、うん、そういう、まあ、シュートもそうだけど、うん、どっちかというと小柄で足生かしてみたいなね、はい、ところが多い中で、まあ、もうちょっとマッチとかね、はい、そういったこの大砲系を取っていきたいなっていうところで、うん、まあ、高卒ではねこの井上君取って成長させようとしてるんだけども、うん、どうなるのかっていうところと、そんなね、まあ、この19年の津森ね、今柳町、まあ、ここの2人がね、まあ、やっと今戦力としてね出てきたかなっていうところはあるけども、はい、うん、まあ、全体的に言うとこれは本当の評価は5年後6年後だね。そうですね、ソフトバンクに関してはもうなんなら 7,8 年見た方がそうそうそう、いいかもわかんない、うん、で、うん、あとまあ大関ね、あの育成取ったね、はい、そうですね、だからまあそのすぐの評価じゃないね、このドラフト の、うん、の姿勢がね、はい、あまり即戦力として取ってる方が少ないですね、うん、だからまあこの全部の12球団のそのドラフトの通信簿としては C なんだけど今現状は、うん、でも逆に言うともう本当は無印なので、うん、評価の対象じゃないからね、はい、もっと5年後6年後7年後に、うん、そのだから今宮とか、はい、中村晃とか甲斐、うん、とか、はい、そこら辺がね6、7年ぐらいでくわ来たように、うん、多分持っていきたいから、はい、まあ、もうちょっと先だね。そうですね、でもあの柳田とかマッチとか、はい、そういった大卒の主力になってる選手たちはやっぱ3年ぐらいではもうバチッとレギュラーになってるから、うん、でも考えてみて柳田選手とかですらこうルーキーから活躍ってなかなか、いやその時まだ小久保さんとかいたからね、他の、あ、だ層が厚いからこそ出てきにくいっていうところありますよね、うん、胸に本田とかね、うん、だかそういったところがいて、ガヤとか長谷川とか、はい、もういたところのこの入れ替わりの中でもう、まあ、2、3年後に変わってるから、うん、逆に言うとチームの方針としては最高だよね。そうですね、うんうん、まあ、でも本当の評価は本当5、6年先だね。そうですね、その中でまあ誰が出てくるかっていうところはまあチェックする必要あるけど、はい、まあ、今はそのなんかいいとか悪いとかじゃないね、うん、っていう感じのドラフト戦略、はい、ホークスはね、うん、そんな感じですね、はい、ということでホークスこんな感じです、はい、はい、次回最終回ですね、はい、はい、